コーナー上がる。私有吉のテンションが上がるメールを募集しております。ラジオネーム脱ぎたてのお芋。初詣に来た俺、ふと横を見ると偶然小倉優香ちゃんが隣を歩いていた。胸元がざっくり開いたニットを着ていたので、チラチラ見える谷間にお賽銭投げ入れたい。まともだね。真面目ー。真面目になります。真面目。真面目なんですかね。いいですよ。でもこういうことですよ。うん、ラジオネーム田中誠志郎。女子カーリングチームのおやつに、手作りのバナナマフィンを、バナナマフィンを差し入れするも、誰一人手をつけない。試合終了後、藤沢さつきさんが、うん、せっかくだから一個もらうね、と持っていったのだが、会場のゴミ箱に捨てられているのを発見してしまった。しかしよくよく考えてみれば、女性が直に触ったお菓子であることに何ら変わりはないので、ティッシュに包んで持ち帰り、そのままお家でコーヒーと一緒に3時のおやつとして食べたい。これもまあ、うんうん、興奮はしないね、まあまあまあねぐらいだな。うん、今このタイミングでだよねって言ってる人結構ヤバい人が多い。そうだねーって、まあ、聞きますね。だよねーじゃないか。そうだねーって、そうだねーだ、うん、西尾にこの間言ってましたね。そうだねーって。いや怖いね、今言うのね。もう、もうちょっと、あの一瞬だからね。うん、なんかちょっとワイドショーとかさ、はい、結構その情報系の番組とかでさ、はい、それはカーリングチームの人たち今出てくるじゃん、ゲストで。そうですね、そうですね、ね、うん、そこでやっぱ言うもんね、うん、そうだねいや、まあ、言わない方がいいなと思うけど。でもまあ、いや、言わずりはいられないしな、うん、これが難しいところだよな。ラジオネーム三平。ロト6で儲けた2億円を投入して佐藤健と同じ顔に整形し、俺の顔、かっこ健の顔が好きそうな前田敦子、石原さとみ、秋山里奈、広末涼子、森カンナなどに告白しまくり、全員から、うん、頭はいいんだけど、顔はいいんだけど、声と動きと仕草と雰囲気がきめえとの評価をいただいて、やっぱり男は顔だけじゃないんだなとつぶやきながら、バカでかい塩結びむしゃむしゃ食いたい。全然全然全然上がらないじゃん、だってそんなの。どうだろう、びM ってことか、なんだろう。ラジオネームもち2個。ファーストフードのドライブスルーへ行った俺、いらっしゃいませ。明らかに女性の声だ。ここで食欲よりも性欲の方が勝ってしまった俺は、一か八かマイクに向かって、あの陰謀くださいと言い、車を走らせた。期待を膨らませて受け取り口へ行くと、そこにいたのは涙目になる店員の広瀬すずちゃんと、カンカンに怒った店長であろう高田信彦。昔から頭の回転が早い方であった僕は、焦りながらも、あ、芋ください、芋。あ、ポテトのことですよ、ポテト。芋じゃない、芋ポテトと陽気に切り返し、高田信彦から震えた手でポテトを受け取りたい。知能犯。知能犯。陰謀ください。店長出てきて、陰謀、陰謀じゃないね、言わない、最低だよ。エンジェルあげる。面白い。ラジオネームチンポーたまらん。ほのかに漂うアナルの香りに誘われて、とある小料理屋に入った俺。よく行ったのに誘われて小料理屋に。そっから出てるってことだな。店に入ると、炙ったアナルでいっぱいやっている水谷豊がいた。俺も同じものを注文し、料理が出てくるのを待っていたのだが、その間ずっとアナルについてのうんちくを披露し続ける水谷。あまりのうざさに、俺は辛抱たまらず水谷の後頭部をぶん殴り、泡吹いて倒れる水谷を尻目に
店を出たい。そう、全部言ってる。めちゃめちゃ面白い。全然上がらないけど。上がるじゃないですか。上がるじゃないけど、うん、全然違うけど、めちゃめちゃ面白いな。不思議なこと言うな。あるあるで。あの香りに誘われた小料理かきやしいですね店にあった、うん、炙ったどういうことだからやばい連続エンジェルあー面白かったラジオの名探偵ラブレス本田翼の使っているイヤホンを入手した俺食べるもよし入れるもよしと考えていたその時本田翼さんが戻ってきてしまった俺はバレないようにイヤホンをアナルに隠した瞬間、イヤホンから音楽が流れ始め、緊迫した空気の中、アナルでドン楽しみたい。全然わかんない。ラジオネームモジラ。車のガソリンを入れにガソリンスタンドに立ち寄った俺。すると、そこに現れたのは店員の二階堂ふみちゃん。ふみちゃん元気よく。いらっしゃいませ。本日給油ですかと聞いてきた。俺はふみちゃんをちょっと困らせてやろうと思い、アナルにレギュラー満タンで、と答える。するとふみちゃんは全く動揺を見せることなく、アナルにレギュラー満タン入りまーすと大きな声で叫ぶと、俺は車の外に引きずり出され、運も言わさぬスピードで、アナルに給油ホースのノズルをぶち込まれる。ああ、ちょ、ふみちゃん、冗談だってと言うと、ふみちゃんはいたずらな笑顔を浮かべ、何リッター入るかなと言いながら、勢いよくガソリンを注入してきた。薄れゆく意識の中、死ぬ覚悟を決めた俺は、絶対にタップしない、グレーシー一族の誇りを胸に、ふみちゃんのガソリン攻めを無言で耐え抜き、そして死にたい。死んじゃった。グレーシー一族じゃねえだろ、お前。絶対にタップはしない。ダメだよ、この人。あげるけど。ちょっと、日記とちょっと難しいね。もう一個コーナーがあるといいな。まあちょっと日記ちょっと今日はお休みします。もうちょっと読みます。うん、ラジオネーム、シドジェットキリュウ。清掃会社に派遣社員として勤務することになった俺。早速作業服に着替え、初めての現場に向かった。うん、俺の担当する現場の監督は、なんと、あの、カーリング女子、吉田知那美選手だった。うん、吉田選手は俺に、とりあえずここの銅像きれいにしちゃおっか。と歯切れの良い声で俺に指示をする。俺はブラシを持ち銅像の頭から丹念に磨き上げる。俺のブラシが銅像の股間に差し掛かると吉田選手が急にやっやーと俺に指示を出した。俺はその掛け声を聞き銅像の股間を全力で磨き上げる。吉田選手の指示通りに銅像を磨き上げた結果、股間のところだけがやけに光沢を帯びた状態に仕上がった。吉田選手これでいいですかと彼女に聞いた俺、その問いかけに満面の笑みを浮かべた彼女からそうだねーの言葉がいいじゃないですか。これぐらいだといいよね。ああいいですよ、これはいいです、非常に、いいですね、あげときましょう、うん、パン、はい、以上です。コーナー上がる、私有吉のテンションが上がるメールを募集しております。ラジオネーム、薄笑い万年床。長い下積み生活の末、ついに助演男優賞を受賞することができた俺。先輩後輩からも祝福をされ、その夜は幸せな気持ちで眠りについた。すると、夢に全身タイツを着た武井絵美が現れてこう囁く。助演は助演。そのワードの強烈さに思わず失禁をしてしまう俺。そんな失禁の背徳感と爽快感、そして武井絵美のワードの強さを全身で味わいながら朝目を覚ましたい。そんな、そんなワード強かないけどね。助演は助演、別にそんなワード強かないけど、まあでも、うん、新しい試みとしては偉いでしょう。武井絵美ちゃん主婦になってから初めてじゃないかな、来たの。
18歳の時17歳の時の竹恵美ちゃんの二の腕ね、うん、興奮したって話はこのラジオでもやって、うん、散々変態扱いされましたけど、ね、竹恵美ちゃんの耳にも届いてましたしね届いてましたか、恥ずかしいですね、次お会い大人になった竹恵美さんとお会いした時ちょっと恥ずかしかったですよ、ね、目を伏せたものですラジオネームガリ、夢のような競技キキおしっこ大会に参加する、いいぞいいぞ、今回は広瀬すず好きだな本当に好きだな、出てきますね、広瀬すず、石原さとみ、石田ゆり子、有村架純、土屋アンナ、以上の5名のおしっこをテイスティング、お勘が鋭い私は匂いだけで判断できたが、とりあえず土屋アンナ以外のおしっこをゆっくり味わう、土屋アンナのは飲まずに回答する、見事全問正解し土屋アンナになんで私ら飲まれんだよと蹴られた、どっちなんだ、好きなのかな、好きなのか、蹴られた、これは上がります、これは上がるんですね、これは完全に上がります、あ難しい回答の方も、土屋アンナもよく出てきますね、好きな方多いですね、好きな方が多いですね、なんで私ら飲まれんだよあげようパンラジオネーム起きてるし、石田ゆり子より断然奥抜き香る派の大和君そうね、あの今でいう旅猿のナレーションとかやってくださってるあれかな、石田ゆり子より断然奥抜き香る派の俺は奥抜き香るの足の指を舐めたいんやと馴染みの定食屋で大将に熱弁していたところ、うん、隣に座っていた松重豊がすっと立ち上がり奥抜き香るの足の指か、まあそうだなと言い残し勃起した様子で店を出ていった、なんだ旦那聞いてやがったのかと大将が笑う、俺は親父いいから瓶ビール1本追加と注文し、もう少しだけ酔いたい。いや、ちょっと、いや、脚本じゃん、これ。脚本だから、ちょっとこう読んでもなかなか伝わらない。難しいな。面白い。これだから言ったんだろうな、やっぱりな、奥深川さんのあれ。だから、孤独のグルメみたいなもんだろう。でもそういうことですね。いいね、これ、あげとこうか。ほう。パン。素敵でしたね。いい話でした。ラジオネーム食いしん坊や、全裸で仰向けになってしこっている最中に天下のしましま模様で目を回し気絶してしまった俺、そこで偶然通りかかった広瀬すずが股間に刺さったままの天下を毒キノコだと勘違いし、誰かすいません、ここに悪いキノコに寄生されている人がいますと助けを呼んでくれた、この声で目覚めた俺は助けを呼んでくれたすずちゃんに嘘すずちゃんを嘘つきにするわけにはいかないと思い、全力で毒キノコにやられたふりをし、わははははと死ぬまで笑い続け、そのままちょっとした観光スポットになりたい。広瀬すずちゃんって言ってるところでハードルはちょっともう上がっちゃいますからね。もう多すぎますからね。ちょっと、ね、好きすぎない。すごいですね。そんな若い子好きかね。今日だけでもやっぱもうちょっと大人のなんかこう魅惑的な人に。行かないもんかね、この人たち。この人ちょやっぱ若い女の子好きなのかな。そうですね、今やっぱ可愛いってなると広瀬すずちゃんになっちゃうじゃないですか。そういうもんなのかね。うん、でもすごい千秋さんとかならないから、千秋さんまた独特、まあ、そうですねまあまあ、いやね、好きな人いるんでしょうけど、うん、出てきたら笑っちゃうもんな、ラジオネームねえ、天津飯食べたい、冬の朝のベランダで仰向けになり出しているチンコにめちゃくちゃ眠たそうな池田エライザちゃんからじょうろで水をかけてもらい、冷たいと言いながら真っ赤にほてった祈祷を咲かせたい、咲かせたい、独特な表現だな、池田エライザちゃんな、なんかエロいんだよな。ラジオネーム三平、ゴリゴリのロックが好きな片瀬奈々さんに、俺元ミシェルガンエレファントなんだけど、なんか質問あると話しかけ、ねえよあっち行けバーカーと冷たくあしらわれ、悲しみに打ちひしがれながらぐんぐん西へ歩いていき、山口県下関市の冷たい海へ入水した。上がるわけねえだろバーカー、下がる
言ってやろうもん。下がれしっかり教えてあげましょう。教えてあげましょう。こういう人には。いいけどね、質問の仕方。ねえ、あっちけバーカ。いいですね。これは見てる分にはいいね、片瀬奈々さん。その、スパッって言ってる片瀬奈々見たときに、うおー、気持ちいいと思ってね。単価をこう切ってる時の。あ、そういう意味ではやっぱ、ちょっと興奮してんのかな。もうどの立場かによりますよね。でも下関の冷たい海へ入水するんだ下がれ結局ラジオネームゲス沢アリーナザギトワちゃんに喜んでもらうため秋田犬を秋田犬か秋田犬をプレゼントする犬の名前で悩んでいるザギトワちゃんに宝慶という名前を提案するするとザギトワちゃんから宝慶ってどんな意味なのと聞かれたので宝慶とは日本の誇りであり素晴らしく純朴でつつましい様を表す意味だと伝える宝慶という名前がとても気に入ったザギトワちゃんが宝慶宝慶と叫ぶたび高鳴る胸を押さえつつ大きな声ではいと返事をした返事をしたバカだバカかよですこれはもう上がるって下がるもうまあバカかよ答えたい上げとこう以上で続いて上がる私有吉のテンションを上げてください私有吉のテンションが上がるメール待ってますラジオネーム食いしん坊や松下奈緒と将棋対決をすることになりこちらは飛車角落ち松下奈緒はブラジャーパンティー落ちというお互いハンデを負った対局を持ちかけられた将棋の素人に負けるわけがないと思っていたが途中からこの人はノーブラノーパンで将棋を指してるんだよないやちょっとそんなにかがんだら備蓄が見えちゃうよと気が気じゃなくなりノーブラノーパン姿の妄想に長考する時間を使ってしまい完全にペースを乱されブラジャーパンティー落ちで不利になったのは俺の方じゃないかと気づいたが時すでに遅し動揺しまくった挙句あっけなく二歩で負けたい二歩で負けたいノーブラノーパンなんてそんなしっかり見ろよもうな妄想をするなよもう言ってますからしっかり見てしっかりさせよそうですね、うん、まずは将棋をちゃんとそうです、ね、ラジオネーム西のスイカ俺は稲村亜美襲いかかる中学生を神スイングでバタバタとなぎ倒しているとそこに現れたのは佐々木小次郎俺はおっぱいを触ろうとしてくる佐々木小次郎の後頭部をめがけてバットを振るすると佐々木小次郎は目に見えぬ立ち筋で俺の左手を切り捨てる勝てないことを悟った俺はバットを地面に置く無防備となったおっぱいを佐々木小次郎に揉まれたい揉まれたいバカじゃないバカだこれは稲村亜美じゃないどういうどういうこと誰の意見なんですかこれ俺は稲村なんかてっきり先週のゾンビ問題のことかなと思ったなんで佐々木小次郎と予期せぬ事態にあげる揉まれたいラジオネームレンチ探偵ナイトスクープに応募した俺すると VTR を見ていた局長西田敏行から直接会いたいという電話が来た翌日指定されたホテルに出向くと現れたのはバスローブ姿の西田敏行、うん、おおよく来たね私ね思うんですよ人生にはね楽園が必要だってねそうつぶやくとそのまま部屋に引きずり込まれ乱暴に服を脱がされたい脱がされたいはさもうこれはだってあなたの趣味だからさ私は上がらないじゃんこれ私はこういう趣味じゃないの知ってるじゃない皆さんなんで上がるとそうですね私の性癖を尊重してほしいわけですよもっと西田敏行さんに乱暴されて喜ばないじゃん俺の性癖は今までの調査してないかお前ら上がるとは言わないですよねラジオネーム起きてるしとあるバイヤーから黄色い液体が入った小瓶を買ったガッキーのしょんべんですよバイヤーがささやく俺は飲みたい衝動をグッと抑え一人秩父の山奥へその貴重なしょんべんを樽の中でじっ
くり熟成させていく。そして2028年、俺はその琥珀色に輝く芳醇な香りの液体をジャパニーズシングルモルトウイスキー新垣10年とし発売し、世界中の喝采を浴びたウイスキーとして扱ってたの？なんでウイスキーになったんだろう。電気じゃん、電気偉人だよお前これは。そ、興奮とかでもこれ偉人ですか。偉大ですよこんなの。すごいですね。そうですね、10年寝かしましたからね。すごい、これは本当に、うん、うん、これはもう、いや、ぜひ飲みたいし、エンジェルですね。素晴らしい。ぜひ飲みたいとか言ってちゃダメだよ40超えて、うん、何言ってんだ、貴様らしいなとかさ、大人は気持ち悪いよ、変態か、変態じゃんとかさ、そう言いたいよ小島瑠璃子みたいに説得力ある。何言ってんの、変態じゃない、気持ち悪いと言いたい俺だと。そこやっぱり飲みたいな、飲みたいな、飲みたいな、エンジェル出ちゃってますよ、飲みたいなって言ってちゃダメだよ。そうですね、タレントとしてエンジェルだな、エンジェルだなじゃないんだよ。ダメダメこんなの、だ、作家さんこんなのよ読まないで選ばないでよ、みんな変態なんじゃない。しっかりとしたって言わなきゃ、タレントは、うん、そうですね。カレーのルー、白のパンティーと自分のパンツを交換するという特殊な能力を身につけた俺は早速白のパンティーを履いていそうな吉岡里帆ちゃんにこの能力を使ってみた、うん、ところが別の場所から悲鳴が上がって気づく、行ってみたらなんとそこには安田圭、俺は心の中でマジか安田圭かよと不満を漏らしながらもしっかりと家に持ち帰り、その白のパンティーを肌身離さず持ち続けたい。持ち続け、いや、その能力あるんだったらもうやれよ、頻繁に毎日サボるね、その能力があるのに。もう一個手に入ったから、ね、満足しちゃったのかな。吉岡里帆狙って安田圭か、なかなか一緒の現場いねえだろたまたま矢口を狙って安田圭ならよくありそうだけど、はい、確かに矢口を狙ってっていうのがまず特殊能力者あげよう。パン、ラジオネーム食いしん坊や、スパイの俺は拷問官の牧陽子に目隠しをした状態で腕に痛みを与えてから水を少しずつ垂らすことで腕が切られて血が流れていると思い込んで出血多量の想像で死ぬという中国式の拷問を受けることに。牧陽子は俺の腕に水を垂らすが、え？おしっこ？と勘違いした俺はもっと垂らしてほしいと思い、向こうの思惑とは裏腹に全然情報を吐かず、しびれを切らした牧陽子に硫酸ぶっかけられて、やった、おしっこいっぱいだと勘違いしながら溶けて死にたい。もうやだ、バカ野郎、上がる、これは上がる、これは上がる、バカなこと、これは上がる、これはやっぱり意志だよね。やっぱこう人間ってやっぱ生きていくためには意志ですよ。強い意志を感じました。人間って本当に弱いもんだからね、こういうもんですけど、やっぱり意志の力一つでこうやって硫酸かけられてもやったーって死ねるんだ。ビンビンで死んでくれるからね。それはすごい、やっぱり想像ですよね、やっぱ意志、たくましいな、これは素晴らしいね。素晴らしいねじゃないんだよ。こういうこと、何言ってんの、意味わかんない。そう、そういうことですよ。意味がわかんない。感情ぐちゃぐちゃ。え、これ面白いんですか。わかんない、私。何これ。全然わかんない。それが正しい大人の言い分ですけど、感情ぐちゃぐちゃの人みたいな。この場ではやっぱり。エンジェルあげときます。エンジェル。エンジェルしか出ない。あげてんじゃねえ。ラジオネーム、次は上がる、私有吉のテンションが上がるメールお待ちしております。ラジオネームアフロ宅配便、
体のたるみが気になったのでスポーツジムに通うことにした俺、うん、するとそのジムのインストラクターとして現れたのはみちょぱ。俺はみちょぱの指示に従いストレッチをしているとたまたまみちょぱの生足が目に入る。もっと見たいとみちょぱに近づいていくとみちょぱと目が合ってしまう。そして俺はみちょぱに蹴られることを期待している。お前上から見たら吉田てるみみたいな顔してるなという予想だにしてなかった言葉にほんのり傷つきたい、うん、傷つきたい。もうちょっと頑張れただろう。惜しいとこまで言ってるんですかね。お前が評価するね。違う違う、じゃあ僕じゃなくて AKB の人たちに死ねって言われてるんだから死ねって言われて死ねって言われてるんですからね。このラジオのリスナーからも死ねって言われるぞお前。ちょっともう逃げ切れないですよ。怖いです。でも平気だろ、だってお前はゴミ清掃会社の正社員なんだから。そうですね、堂々としよう。堂々としよう。そうですね、それが強さですよ。そうですね、人間の。なるほど。ラジオの西のスイカ。金玉をにぎにぎしながら歩いていると広瀬アリスちゃんが俺に猛ダッシュして近寄り、玉金を持って3歩以上歩いたのでトラベリングと注意した。そこで玉金を握って2歩歩き、玉金を離し、また握り直し歩き出す俺。アリスちゃんははいダブルドリブルと注意する。俺はそんなとリアクションしたい。もうちょっとだな。上がらない、こんなことでは。現実味がない。それ言います。それだけ言ってほしくなかったんですよ。上がるのコーナーでリアリティがやっぱカメカメ。1ヶ月家から出ていなかったのでそろそろ運動しなきゃと思い近所のスポーツジムに入会した。入会手続きを終え帰り際ジムの案内板を見ると水泳のインストラクターに泉理香さんがいることを知った。それを知りこうしちゃいられないと思い立った僕はすぐさま理香さんのいるプールに向かった。しかし急遽のことで水着を持っていなかった僕は水着の代わりにサランラップで股間の周りをぐるぐる巻きにしなんとかそれっぽく見せようとした。透明なサランラップからは見事に潰れたチンコが見える。走ってプールに向かい、あ、遅れてすいません、僕も参加させてくださいと叫んだ。すると潰れたチンコを見せて走ってきた僕を見て泉理香さんがプールサイドは走っちゃいけませんと叱る。叱られながらビート板で強く叩かれたい。最後のご褒美が弱いんだお前。なんでもっとご褒美欲しがらないんだよお前。カッコつけやがってよ、すかしやがって。カッコつけてるんだこれ。サランラップでおちんちん隠してるやつがなんで最後のご褒美ビート板で強く叩かれたいぐらいなんだよ。ちょっとイチャイチャするぐらいのカッコつけてるんですかね。カッコつけてるよ、生意気やがってよ。紳士ぶりやがって。上川さんじゃないんだから。全然違う、全然違う。またケースがメイドメーカー女優の松岡真由ちゃんが俺が店主の激辛ラーメン屋に来た。激辛ラーメンを一人前食べた真由ちゃんはごちそうさまと汗だくで店を出ていく。目の前にある真由ちゃんが使った箸、そして食べかけの残飯、しかし紳士である俺はその箸には一切目もくれずにまゆちゃんが座っていたほんのり汗が染みている椅子に3時間顔をうずめていたい。これはわかります。これはわかりますの方ですね。上がりはしない、わかるよって冷静に、うん、もちろん、うん、それがだって店を開くってことだもんな。それではないですよ、もっと有名な思いとかそういう利点があるもんな、店をやってるって。店の店がそうじゃないですか。ラジオネームラッパーザキバチョフ。健康診断で直腸検査をすることになり俺の肛門にスコープを入れてくれる看護婦が水木ありさだった、うん、俺は少し心配になりながらもズボンを脱いでアナルを広げて何かが入ってきた。すると水木ありさが明るい声で、あは間違えた、スコープじゃなくてアナコンダ入れちゃったと言ってきたので俺は笑いながらこの朝倉と叫びながら逃げる水木ありさをいつまでも追いかけていた。エンディングかよ。面白い。そう、おっちょくちょいだからね。あ、そうですね、朝倉は。朝倉は今度いいね。水木ありささんでまたアナコンダっていうところがいいじゃない。なんかあげます。おパン
いや俺もあげますよ、ね、俺も信じぶっちゃったよ今あげますよだって、ね、いいでしょ、うん、水木有沙でアナコンダでってあげますよプロっぽいですねラジオネーム三平、下ネタの交わし方に定評がある小島瑠璃子さんの楽屋にお邪魔をし、彼女のメイク台に金玉を乗っけて、おい小じるり、俺の金玉にドライヤーの冷たい風当ててみなよ、縮んで干し柿みたいになるからと強気で攻めた直後、灼熱のヘアアイロンで金玉を溶かされこれ下ネタじゃないですかと明るく笑い飛ばされたそうだね厳しい、結構ハードですね、正論ではあるんですけどね、心がないですからね、目は世間にしか向いてないですから、その前にいる人とは会話をしてませんからその向こうのその向こうの世間としか会話をしてないのがあの人の特徴です、大したもんですよ、大したもん、プロ中のプロですね、プロ中のプロなんて褒めるんじゃないよ本当に、いやすいません、プロ中のプロなんていくらでもいるよ気づいてないだけですから偏屈な、ラジオネーム無大陸、綾瀬はるかのブラジャーとパンティーを手に入れた俺、家に帰って早速むしゃぶりつこうと思ったその刹那、異変に気づく、観葉植物の隙間から隠しカメラが見えている、あっ TBS のモニタリングだピンときた俺はそのまま食べたい衝動を抑え、パンティーを圧力鍋の中に入れ煮込むこと5時間半、クタクタになるまで煮込まれたパンティーからいい出汁が出ていることを確認し、今度は強火で水分を飛ばしていく、そして濃縮したパンティー水をおちょこに移し、炙ったブラジャー魚に遥かな旨味を堪能していると、案の定部屋にカメラマンとスタッフが入ってくる、俺はちゃんと驚いた表情でテレビ用のリアクションを取りつつ、スタジオの土井善晴先生をうならせた、あ、土井先生に向けてたんだ先生お前んちにモニタリングが来てんだよあるけど素人のな、お宅にお邪魔してみた、いや食べてよかったのにもったいない、なんで手に入れたんだよそうなんですよシーズン1からなんかすごいことなってるんですよ、うん、パンティー水だって、はあ、食べると嫌なのか、食べると恥ずかしかったのかな、なくなっちゃうっていう気持ちですかね、かっこつけたのかな、紳士ぶったのかな、これもちょっと紳士ぶったんだろうな、いやー美味しいだろうな、美味しいだろうな、それはちょっと想像できませんけども美味しいのかな、手に入らないと食べたいな、食べれるんだ、食べたいな、俺もちょっとお商売に預かりたいな、そういうレベルのじゃないですよね作りすぎちゃったからみたいな、そのネタじゃないですか、いやー出てきたよ、いやそりゃそうですよ、このコーナーはエンジェルあげておお。パン。ラジオネームサイン Z、 俺はアナルにどんなものでも収納できる、そう豪語する俺に高畑充希が、ねえねえこの大根あなたのアナルに入れていい？と話してきた、話しかけてきた、俺は深々とうなずき彼女にアナルを見せる、ブスリ、ねえまだいける？うなずく俺、ブスリ、ねじ込まれた2本目の大根のおかげで1本目はさらに奥へ、まだいけるでしょ、うなずく俺、ブスリ、2本目はもっと奥へ、1本目はもっともっと奥へ行く、まだ全然余裕でしょ、うなずく俺、このやり取りを何回も何回も繰り返すが、ついに102本目の大根をアナルに入れた瞬間、1本目の大根が俺の口からにゅるりと飛び出してしまい、それを見た美月ちゃんに、おいお前ロケット鉛筆かよ、突っ込まれたい102本、102本入るんですね、すごいねすごい、見てみたいよ一度でいいから見てみたいですね、ほんとにアナルに102本大根入れるところをさすがにファンタジーですよ。以上。上がる。私有吉のテンションが上がるメール募集してます。はい、ラジオネームビーチック。木村多江さんと水中息止め対決をすることになり、水を張った洗面器を2つ用意する。お互いのせーのという掛け声で同時に顔をつけるも、俺はすぐさま
こっそりと顔を上げ、洗面器に顔をつけている木村多江さんのうなじ、いつまでも眺めていたい。あ、これちょっと大人だね。ちょっともう、なんて、昔の映画っぽいな、ちょっと。夏目漱石世界かもしれませんね。すごい捉え方がすごいですね。夏目漱石ですか。はい。顔木村多江さんだなと思って顔、顔につけててさ、うん、バーッと開けたらさ、白髪ハゲババーって叫んで、母ちゃんだったっていうホラー映画。どういう経緯でそうなったんですか。息止め自分の監督に撮ってもらう。酒井いや、タイトル酒井なんですか。あなたはもう二度とカレーを食えない。うめえのにな、うめえのに、世界一うめえのに。まあそれはミドル白田が決めてくれること。ミドル白田ってもう普通の人だよ。ジャイアントだから。ラジオネームカメカメ。散歩がてらに新宿を歩いていた僕、すると前から歩いてきた水川あさみさんにぶつかってしまう、僕が「あ、すいません」と言うと、水川さんは「おい、ちょっとこっち来い」と言って僕を路地裏に連れ込んだ。そして水川さんは「これでもか」と言わんばかりに僕のことをボコボコに殴る。10分ほど殴った後、水川さんは「あ、まあエプリルフールだから」と言って去っていった。何が嘘なのかよくわからない、もやもやするエイプリルフール過ごしたい。今日ちょっと大人のメールが多いね。大人なんですね。それもちょっとこう映画にでもなりそうなワンシーンね。さっとワンシーンあれですか。恋模様、恋の始まりみたいな。いいですね。ちょっと雨上がりのようなさっと。ボコボコにされてるんですよ。だって水不思議な匂いするなみたいな。ラジオネームチニコ。新興靴磨き師の俺。靴とタオルの間に自分のチンコを挟んで擦ることでより革にツヤを出すことに成功した。今日も街で人々の靴を磨いていると、そこにやってきたのは七尾。七尾は台に足を乗せると早く磨けと言わんばかりに顎をクイッとして見せた。俺は慣れた手つきでチンコを出して七尾の赤いパンプスを磨くが、その妖艶たる美脚を目の当たりにして、磨くたびに自分のチンコが大きくなってしまう。そして勃起しきったかしきってないかのところで、七尾から「いや、それもチンコで磨いてるじゃん」と突っ込まれた。初心に帰ったね。初心に帰りましたね。いいですね、まあ、七尾の、まあそうだね、靴磨くっていうのはまあまあいい仕事だろうな、チンコで。七尾のまあ靴にしょんべんかけたいなっていうのあるよね。ニューバランスの。ニューバランスにですか。吸うからね、よニューバランスが。いやー、それちょっとエナメルっぽい靴で弾いちゃう。はい、ニューバランスだったら吸うだろう。吸うだろう。吸うだろうじゃん。先輩に吸うだろうって言われた。そりゃ深夜の司会しか来ねえよ。ラジオネーム三平。あ、今のは、あ、今のはダメだろ、俺のあれだった。靴にしょんべんかけるってのは俺の妄想だった。メールじゃない、俺の妄想にステッカーあげるってことだった。ラジオネーム三平。かつて写真集で乳首を見せてくれた菅野美穂さんに、その説はありがとうございました、機会がありましたらまたよろしくお願いしますとしっかり土下座し、あんた変な顔してるけど礼儀正しいわね、ご褒美あげるからこっち来なさいよと手を引っ張られて、誰もいない路地裏へ連れ込まれる俺。菅野さんが目をギラギラさせながらロンティーの袖をまくり始めたので、生乳首ポロリを期待して身を乗り出すと、顎先に強烈な肘を2発打ち込まれ、うっかり噛みちぎってしまった牛タンみたいなベロを地面にポロリして、長州みたいな滑舌で、
これ食べますと確認したいやこれはもうでん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 さん級だからさ、そうですね、これもう、うん、これ上がるじゃなくてでんでんのコーナー間違いですね、うん、まあまあいいですけどね、いいちょっとまあ上がるじゃないですね、ちょっとこれはでんでんだなっていう、でんでんのラジオネーム、前髪で前が見えない生物学者となりアマゾンの密林に探検をしに来た俺、探検をしていると周りの木に涼子という文字があることに気がつき、理性を失った広末涼子の縄張りに侵入してしまったことを理解した。そこで慌てず騒がず匂いでバレないように持ってきておいた広末涼子のションベンを頭からかぶり、木の葉の木の葉の陰で息を潜める。しかし耳元でここは私の縄張りだよと囁かれて驚いていると、そこには谷涼子が、そのまま谷涼子に捕まり死ぬまで腕ひしぎ十字固め決められたい。絶対嫌じゃんだって、うん、これは嫌です。もうこの持ってきた広末涼子のションベンかぶったところでもう朽ち果ててるよもうそっから谷涼子出てきたってもう戦うよ俺全力で谷涼子強いっすよ。いや強いけどやっぱり谷涼子でやっぱ上がらないじゃん。いやまあ、ね、一番下がるもん。はい。一番下がる。最も下がる。ですかね、どうだろう。うん、一番下がる。最も下がるね。最もになんのかな、うん、サッカーボールキックしたよ。腕ひしぎ決めてる。酒井が腕ひしぎ決められてたら、俺も助けに入るぜ、うん。命がけでサッカーボールキックしたよ。ジャングルで。状況なのよそれも。ジオネームブランカランカ、雑草になった俺、前から歩いてきた乃木坂46の白石麻衣が今日はどの雑草にしょんべんしようかしらまた言ってるよ女はしょんべんって言わないんだってだから大体いつも白石麻衣が今日はどの雑草にしょんべんしようかしらと言い、俺たち雑草をじらす。しかし白石麻衣は気が変わった、今日は公園の砂場にしようと、そして砂場で小便をする。俺はいつか根が腐るほどの小便をかけてもらうんだという気持ちを胸に強くたくましく育ちたい。まあいいね、あげよう。上がるのコーナーで、私有吉のテンションが上がるメールお待ちしてます。ラジオのメイドメーカー、白石麻衣ちゃんのマネージャーになった俺、麻衣ちゃんが収録をしている間に愛用している顔をコロコロする美顔器の玉と俺の金玉すり替える。楽屋に戻ってくる麻衣ちゃん、ねえ次の現場どこと言いながら美顔器を顔にコロコロする。その振動を感じ、生田ですと現場を伝えながら射精したい。金玉取ったらもう死ぬから。ラジオネーム餅二個、陰毛をピンク色に染めた俺、桜の木が並ぶ公園のベンチに腰掛けてズボンをずり下ろし、春仕様のチンコを見せびらかしていると、そこにやってきたのは石田ゆり子さん。ゆり子さんは俺の桜の前にブルーシートを広げ、そこに座ると微笑みながら花見ならぬチンコを見始めた。チンコ見を始めた。俺はゆり子さんにチンコを見られている興奮から股間をどんどん膨らませ、ついにノーハンドでフィニッシュしてしまう。しかしゆり子さんは嫌な顔一つせず、俺に微笑みかけてくれる、うん、そして俺の縮みゆくチンコを見たゆり子さんからこう缶コーヒーを手渡され、ありがとうお疲れ様と CM さながらのお言葉頂戴したい。いやもう地上じゃん。そうですね。多分ギャーって言うと思う。ラジオネームラッパーザキバチョフ、聞く力がすごいという阿川沢子がいたので20代にしか聞こえないモスキート音を流したら全然聞き取れず、どこが聞く力がすごいんだこのクソババアとあざけ笑ったら、阿川沢子が聞く力がすごいって聴力がすごいって意味じゃねえんだよと言って俺のことをヘッドロックしてきたので、気を失うまで
阿川佐和子の隠れ巨乳を感じていたい。わこれは上がる。上がります。それめちゃめちゃ上がる。あちょっと上がりますか、うん、阿川佐和子さんとか高嶋ちさ子さんとか鬼女たち鬼女たちにこう叱られて性的魅力感じてないですよみたいなふりしながら、うん、性的な魅力を感じたい。あげてきます。ラジオネーム三平。爆乳寿司職人として頭角を現し始めた松下由紀さんのお店へお邪魔し開口一番、大将右乳握らせてよと注文し、はい右乳ちょと威勢のいい掛け声とともに放り出された松下の巨大な右乳をガン無視して、うん、しょっぺーガリをポリポリかじりたい。粋だね。男子じゃないんだよ。ラジオネーム B ピーチック前田明が、ごちゃごちゃ言わんと誰が一番強い良子が決めたらええんやと呼びかけると、米倉涼子、篠原涼子、広末涼子が参戦を表明し、俺がレフリーを務めることになった。試合はバトルロワイヤル形式で行われ、なぜかレフリーの俺が標的にされる。篠原涼子に羽交い締めにされているところ、広末涼子の毒斬り攻撃を食らい、さらには米倉涼子のムーンサルトプレスを全身で受け止め、完全グロッキー状態の俺。そこに突如、谷涼子が現れ、米倉涼子、篠原涼子、広末涼子、次々スペーストルネード涼子、通称 STR という名の大外刈りで投げ飛ばし、全国の涼子ファンの皆さん、目を覚ましてくださいという捨て台詞を吐いて、颯爽と退場していった。俺は米倉涼子、篠原涼子、広末涼子と共にマット上で大の字になり、これがお前のやり方か、とつぶやきた。何が出てくると上がらないから俺。途中まで最強だったんですけどね。よかったけど。むちゃくちゃいいな。谷出ちゃうとダメだな。谷さん、そうですね。うん、ね、ラジオネーム、鳥獣戯画ジャクソン。宇垣美里かな？宇垣美里アナのマンションに侵入して床を舐めていると、いつもは帰ってこない時間帯に宇垣さんが帰ってきて見つかってしまった。死んだふりをしている俺の顔を踏みつけた動きアナは、警察に言わないからやってみたいことがあるのと、宇垣アナは瞬間接着剤を取り出して俺の金玉の皮を伸ばし、チンコを包んで接着剤でガチガチに固められてしまい、ほら早く剥がさないと膀胱破裂しちゃうよと言われながら水ガブガブ飲まされたい。うん、まあ分かるだな、これはな。上がるではない、上がるだ、分かるです、うんうん、ラジオネーム帝国の旅。ヒルナンデスのロケをしている滝沢カレンの前で全裸になり、さあ俺にぴったりな四文字熟語をつけてみろと迫ると、じゃあ寝袋放棄という俺の申請放棄を的確に表現しつつお昼の放送コードをかいくぐった回答をいただきたい。知らないやつ、上がらないだろそれ。寝袋放棄。上がる、いきます。はい、私有吉のテンションが上がるメールを募集しております。ラジオメイドメーカー。ダイエットのため近くのプールに通うことにした俺、水着を持っていなかったので小学生の頃使っていた水着を履くことにした。しかし小さな水着の両サイドからは金玉がはみ出てしまう。歩くたびにペチペチとぶつかり合う金玉を見た監視員の川北舞子ちゃんに、その金玉アメリカンクラッカーみたいだねと言ってもらいたい。いやそれじゃあ俺は上がらないな。これはじゃあちょっと上がるの甘いんすね。ちょっと川北にやっぱほらもうペニス指導もされてるし、ピーナスいいの、もう違います、何言ってるんですか。ピーナス、はい、ピーナス大きい声で言わないんですか。ピーナスピーナスね、ピーナス面白いですけど。ラジオネームブランカランカー。
僕はコンビニでバイトしている、バイト中今にも膀胱が破裂しそうな有村架純ちゃんが、お手洗いお借りしてもいいですかと慌てて店内に入ってきた。俺は、あ、いいですよ、トイレはあの僕の口です、口の中にしょんべんしてくださいと言い、大きく口を開く。すると架純ちゃんは、ありがとうございます、トイレって右奥ですねと言い、本当のトイレで用を足す。俺は架純ちゃんの下ネタの対応に感激し、開いた口をゆっくり閉じたいこれはもうAV でもこの感じじゃ通用しないよな、 ありえなさすぎる、うん、これはないですよね、うん、でも実際だったらどう、はい、松坂トリ君、はい、あ、すいません、トイレ貸してください、はい、私の口ですそんな作品ないだないですよラジオネームショッピー、沢尻エリカに部屋に来るように呼ばれた。今から私のマッサージしなさい、ただし触れたら殺す、舐めたら殺す、逃げたら殺すと言われたので、いやいや、沢尻さん、それじゃマッサージできないですよ、うん、いやどうすればいいんですかと反論したら無視された。僕が頭を抱えて、どうすればいいんだと悩んでいるとこを、沢尻エリカにニヤニヤされながら、僕の心をもてあそんでほしい。全然だね、童貞だなこいつ超童貞だ多分そうですね、これ超童貞ですね、うん、東京ビッグサイトで行われている超童貞だ超ニコニコ超童貞2018だ行われてるんですか、超童貞2018、どんなやつ集まってくる、どんなブースがどんなやつが集まってくるんじゃんって言ってんの、はい、鏡見ろ俺みたいなやつなのか集まってくる、いや俺童貞じゃないですよ、超童貞じゃないですから、ね、超童貞天然眉毛。街を歩いているとみちょぱとニコルンが殴り合いの喧嘩をしていた。どちらも僕のズリネタだったのでズリネタの顔に傷がついたら困ると思った僕は喧嘩を止めに入ることにした。二人の拳が交わるその瞬間に僕は顔を突っ込んだ。右頬にみちょぱの右ストレート、左頬にニコルンの左ストレートが同時に突き刺さる。かれこれ10年以上カルシウムを摂取していない僕の歯は前歯以外全部折れた。そしてみちょぱが、人の喧嘩に顔突っ込んでんじゃねえと言いながら僕の顔面に飛び膝蹴りで追い打ちをかける。鼻血が吹き出し、残った前歯も全部折れた。僕はちょっとやめてと言おうとしたが、歯がなくなったのでふがふがふがとしか言えなかった。みちょぱのさらなる追撃、後ろ回し蹴りでぶっ飛ばされる僕、最後はニコルンの必殺技ニコルンビームでとどめを刺され死にたい。いや、童貞のコーナーになったの童貞ばっかりで、超童貞ばっかり集まってんじゃん、明るいのコーナーですけどね、超童貞酒井がいるからやっぱり、いや超童貞が寄ってくる、超童貞じゃないですよ俺、童貞でもないし、寄ってきちゃうね、すぐたむろするからな童貞でも、あそうですね、いや詰まってコンビニの前であんま童貞のやつああいうやつでいないんですけどねコンビニの前たむろするやつラジオネームチョチョポリス、愛しの有村架純ちゃんと結婚することになった俺、毎日が幸せな日々、大きな家、大きな犬、豪華な食事、いつまでも見つめ合う2人、2人以外誰もいないこの世界はまるで夢の中、しかし世界は唐突に終わりを告げる。ベッドに横たわる架純が、お前口くせえなとポツリとつぶやいた直後、家具は弾け飛び、家は壊れ、世界が終わり、俺はアパートの共同トイレの便器に顔から突っ込んで目が覚めていた。家賃2万、群がるダニ、腐った飯、霞のいない世界、俺は死ぬまで段ボールの上でコマ回し続けたい続けたくないだろ、続けたくないだろ、上がらないだろ、下がるじゃん、下がりますよ、うん映画でありそうだな、ありそうですね、ありそうですね、今のアメリカの連続ドラマとかね、もうウォーキングデッドはもうゾンビのウイルスはもうなくなることないんだな、あもう絶対、そうですね、ないんだな、はい、ウォーキングデッドは、うん、もうそうなんね、うん、うん、分かった
ラジオネームブラザーフットオブスティール。ある日お手製のダッチワイフが妊娠したというので、俺とワイフはおむつやベビーカー、粉ミルクなどを買い揃え、出産日を待ち望む。そして10ヶ月、無事に生まれてきた赤ん坊を見て、なんだか小猿みたいだねなどと2人で談笑しながら、夢のような日常に感謝していると、ワイフがもしかして夢だったりしてねという。俺はそんなわけないだろう、試しにほっぺたでもつねってみるか。あ、全然痛くねえなと爆笑しながら、頬を伝う涙をとりあえず今は無視したい。いや、ドラマ続いてるじゃん。だから上がんないじゃん。上がんないでしょ。シーズン2まで行っちゃう。そうですね。シーズン2だからちょっとおかしなことになってるパターンだな。シーズン3からだな、これ。ラジオネームブラザーフットオブスティール。たまたま街でミニスカ姿の長澤まさみさんを見つけた俺は、たまたま歩く方向が一緒だったので、長澤さんの後をしばらく尾行する。するといきなり長澤さんの着用していたパンティーがずり落ちた。しかし長澤さんは気づくことなく歩いていくので、俺は仕方なく拾い上げ、お嬢さん、パンティー落としましたよ。呼び止めると、長澤さんはお礼にパンティーの1割をくれるというので、とりあえずゴムの部分をもらうことに。その後も尾行を続けると、ゴムの部分がないので即座にパンティーがずり落ちる。俺はまたそれを拾いパンティーの1割をもらう。そして最終的にパンティーの9割近くをもらい、それらを愛用の MA1 に縫い付けたい。上がる。これは上がる。MA1 に最後縫い付けるんですか。まあ、そこはもう夢のような世界だけど、1割もらえるっていうところで、あ、まあまあそれは1割確かに。これは昔もちょっと言ったけど、どこの部分もらうかなんですよ、うん、あ、そうですね、ゴム周りなのか、ひだ、はい、の下なのか、はいはいはい、うん、豆周りとか、うわ、夢がなんか、人、文部、文部とかいろいろ。一割ってどういう形でもらえるんですか。いや、だからそこはもう読者プレゼントと一緒だから。いや、それいいっすね、なんか。どこが欲しい、酒井。ひだっすかね、俺は。絶対、絶対譲れないっすね。ひだ周り。ひだ周り。どこなんですか。俺は尿道下だね。何言ってるですか。いい加減しろ、お前。え、俺じゃ誘導しやがって。いや、してないです、してないです。俺はもう本当言えばもうケツエクボのところで十分ですよ。ケツエクボのところ、あ、もうそれ結構、あ、信じなかった、信じなかったってなんないですよ。信じなかった、ケツエクボ。朝ドラスタート。今日からスタート。なんない、そんな朝ドラないですから。パンツの1割もらって。パンツの1割もらいます。いや、ね、そんなタイトル見ないっすよ。山本慎也監督で。続いては上がる、私有吉のテンションが上がるメールを募集しております、はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。裏のルートを使って10億円で中条あやみのしょんべんを手に入れた。そして中条あやみのしょんべんを飲もうとしたが、このしょんべんはみんなに分けた方が人類のためになるんじゃないかと思った俺は、中条あやみのしょんべんを培養して500リットルの精製に成功。恵まれない変態たちに無償でプレゼントした。そしてこの話は感動話として世界中に知られることとなり、1年後ノルウェーオスロでノーベル平和賞を受賞したい。これは一騎打ちだな、トランプとな。今、ね、噂されてるって意味だな、トランプもらうじゃないかもんな。一騎打ちなんないで、相手になんないで、そんなブラッパーザキバチョフだ、本当に。このだから養殖したションベンがどれほど本物の成分に近いかだよな。そこですか。あと興奮をどう保てるかだよな、やっぱりな。中条あやみから出た最初のもう最初のアダムとイブみたいなものが一番やっぱりいいけどさ、徐々に薄れていくだろう、やっぱり中条あやみ感は。、まあ、はい、そのでもしっかり分かんないんじゃないですかね、それ。一番絞りみたいなこと。一番絞り牧場絞り。牧場絞りですね。分かんないと思います、多分それ。ああ、そう、はい、ちょっと今度酒井にやらしてみよう。俺のションベンと関谷のションベン飲み分けられるか。いや無理ですって、そんなの絶対分かんないですよ、そんなの。いやでも味違うっていうことに、うん、
気づけばそれ分かるだろ、中条あゆみさんでも分かるじゃん。あ、最初にまあのなんで俺飲まなきゃいけないんですか、2人のおしっこ。俺嫌ですよそんなの。飲みましょう。嫌です嫌です、俺はそんな趣味はないです僕。なんでおしっこ飲む趣味だけはないです僕、申し訳ないですけど。ないですか、はい、先入観は成長を妨げる。いや大谷すり足社長でブラザーフットオブスティール。美術教師の俺は生徒たちの絵心を成長させるために授業で自らヌードモデルとなる。その後絵を回収して1枚ずつ見てみると、生徒たちはどいつもこいつも肝心の股間を描かなかったりぼかしたりして、俺はため息ばかり。しかしここで俺の目に留まったのは学園のマドンナである杉咲花ちゃんの作品。そこにはキャンパスをはみ出すほどの勢いでどでかく描かれたリアルチンポ、しかも過剰な演出も加えてあり、包皮は少なめ、狩りは大きめ、気筒からはバッファローの角が生え、尿道からは灼熱の炎を吹いている。そんなわけで杉咲花ちゃんの1学期の評価、問答無用で5にしてあげたい。してあげたいな、やっぱり感性がすごいんだろうな。ラジオネーム三平、変態偏差値が高そうな吉高由里子さんにハンダゴテを手渡し、俺の体溶接してもらえますかとお願いすると、いきなり大外刈りで地面にすっ倒され、そのまままんぐり返しの体勢に持ち込まれ、限界まで引っ張ったチンチンの顔皮と顎先をがっつり溶接され、変な体勢のまま救助を待ちたい。もうちょっとだな。もうちょっとっすか。吉高さんの股間と自分の口をハンダごとで閉じて。いや死んじゃいますよそんなの。もう死にたいよ。でようやく上がる。ニコッと笑って天国に行ける。天国行けるか。地獄だよ。ラジオネーム退場を決めてます。男子トイレで立ちションをしている天海祐希さんの横に並び、天井を見ながら世間話したい。素晴らしいだろ。いや、あれがそれは。ちょっと散るんだろうな、天海さんの方が。残念ながらおちんちはないからね。そうですね。あげよう。まあ、止まんないだろうな。ラジオネーム、ラッパーザキバチョ。高嶋ちさ子さんに責められたい。強く願った俺は、高嶋ちさ子のバイオリン教室に行き、あんたみたいなババが果たしてバイオリン教えられるんですかね。それにゲーム機バキバキに折ったらしいですけど、僕のチンコバキバキに折れるんですかね。無理でしょうね、あんたみたいな非力なババじゃ、などと罵倒していたら、怒った高嶋ちさ子が俺のズボンを脱がし、俺のチンコをバキバキに折り、心の中でそれそれ気持ちいい、奥添え見ながら痛みを楽しんで。おるんかい。期待に応えてくれるね。ラジオネームジュラメンテ。石川かすみちゃんと卓球している最中、かすみちゃんがスマッシュを打つタイミングでパンツを脱ぎ、股間で受け止める俺。しかしかすみちゃんのスマッシュには強烈スピンがかかっており、ピンポン玉が俺の金玉にめり込んでしまう。世界のスマッシュを痛感した俺は、妖怪三つ玉親父として妖怪図鑑に乗り、後世に語り継がれ、ゲゲゲの森でひっそり暮らした。これはもう本当にもう食い込んだな。中入っちゃうんですよもう。ラジオネーム、看板娘、看板猫。いつものようにゲームセンターでメダルを拾ってメダルゲーム楽しんでいたところ、店員の泉理香さんが僕に近づいてきた。こら、拾ったメダルで遊んじゃダメでしょう。まあおせっかいかもしれないけど生活苦しいんでしょ。ほらメダル100枚あげるからこれで頑張りなさい、と言われ、メダルをもらい感謝してもしきれない気持ちになったが、そもそもメダルをもらったところで生活の苦しさは変わらないことに気づき、泣きながらメダル落としやりたい。あの無意味感あるよな、メダル落としの。あ、そうですね。泉理香ちゃんと最近あんまりバラエティ出なくなったな。お、結構一つランク上げたのかな自分の中で。 CM とかやってるし、結構女優の方にシフトチェンジしたから。そうですね、ここにそういう人がいます、ね、なかなか全然一緒になることなかった。あ、合わなくてもいいけどね、こうやって恥ずかしいから。泉理香のパンティーをとか言ってる。そうですね。ラジオネーム、シドジェットキリュウ。本屋に行ったらディアゴスティーニの創刊号、
沢尻エリカの尿を作ろうが390円で販売されていたので速攻購入した俺、会計を済ませて店を出た途端に我慢の限界に達し、ビニールホースを開けて中身を確認すると、そこから出てきたのは沢尻エリカの聖水と書かれたボトル。中身は空っぽだったので本を読んでみると、どうやら迷子をついてくる沢尻エリカの尿パーツを集めてここに入れていくための容器のようだ。数日が経ち、最新号が出たという情報を聞きつけて本屋に向かう俺、今回は沢尻エリカの尿に含まれるアンモニアが入っていた。創刊号よりも金額は跳ね上がり2500円と高め。ちなみにいつまで続くのだろうと思って調べると、全て揃うまで50号まで買わないといけない。お金で換算すれば10万円を優に超えるようだ。無職の俺にそんな財力はないため、毎週350円のお小遣いをくれる母ちゃんに相談して、せめて沢尻エリカの尿素までは頑張って購入した。わかるね。10万円で沢尻エリカの尿ができるんだったら絶対それつぎ込んだ方がいいと思うけどな、頑張って。いやめっちゃ嘘ですよ、そんなのないんだって。尿パーツってだってありえないですよ、そんなの。騙されないです。尿パーツみたいな言い方。酒井はそうやって格好つけるとこあるもんな。いや、俺尿はちょっとごめんなさいしたいですね。本当？はい。本当ですか？関谷でも？いや、関谷だったらサージレリカちゃん。いやいやいや、なんかすごい格好つけてます。いや、いけますよ。無理ですよ。とりあえずシドジェット切るよ、これは。エンジェルあげとこう。お、先週コーナーなかったけど今日はちょっと、はい、自分のは。いやですね、自分のいけます。飲料療法とかあ、まあまあありますけど、いやちょっと気持ち悪い。ゲーストスポイトでちょっとぐらい、うん、自分のやつですか。まあ、いや汚ねえな。汚くはない。汚くはないのか。汗だか成分は。もう考えちゃいますよ、それスポイトでも一滴。じゃあ、あの後頭部バットで殴ってさ、気絶させて、酒井が気絶してるところを俺がべっちょべちょにしょんべんかけるなんで。なんでそんなことするんですか。なんでだろうか。なんでかじゃないですよ。